歴史と文化の祭り、人々が国を越え国際人として交流する人事南郡島祭りが開幕し5日が経ちました。5日にはドラマ国際映像フォーラムが開かれたコリアドラマフェスティバルの様子をご紹介したいと思います。ドラマ映像国際フォーラムはコリアドラマアワーズとドラマのセットの展示とともにコリアドラマフェスティバルの3大イベントの一つとして期待が集められ今年で6回目を迎えました。中国、台湾、日本のドラマ制作者たちがアイデアを出し話し合いドラマの世界化に向けて熱く議論を交わしました。아시아지역의드라마제작나라들제작회사들또는제작인들이여기참여해가지고드라마의아시아드라마발전을어떻게할까서로교류를어떻게할것인가하는걸논의하고또뭔가자료를제공하고서로교류하는그런행사입니다이번에는이드라마와관련된연관콘텐츠들의개발그걸이제주제로삼았어요ドラマ国際映像フォーラムがドラマ従事者や専門家たちのイベントであるならば、シュラムドン南港周辺には一般訪問客が実際に韓国のドラマやその制作現場を直接見て参加、体験できるドラマテーマパークが用意されています。シュラムドン南港に設置されたドラマテーマパークにはドラマのセット、70、80通りセット、レッドカーペット体験、放送体験、ドラマ写真展などが用意されており、今月14日まで午前11時から夜11時まで運営されています。行事期間中このドラマテーマパークでは高い視聴率を誇った火を抱く月のセットを含め70、80のセットが観覧可能になっています。さらにドラマの日常的な体験ブースも用意されておりドラマファンを喜ばせています。70、80ドラマセットでは韓国の懐かしいとこや写真館、銭湯などの建物や白黒テレビ、食べ物や着るものに困っていた時代において匂いだけで胸まで満たしてくれたという香ばしいトウモロコシのポンティギキ、居酒屋など当時の庶民の生活がそっくりそのまま再現されています。南港ルトー祭り2012が開催されている14日間、南港一帯のドラマテーマパークは韓国国民を郷愁の思いで満たすべく、特にお父さんお母さん世代とともに家族での訪問を期待しています。 NSP 通信、金城若菜でした。